崎チャンネル。はい、皆さんこんにちは。ということで今回里崎チャンネルは、球場ね、野外活動です、野外活動、しかも今日は一人で野外活動中ですけども、一人じゃつまんないということで、里崎チャンネル史上最大級の今回はコラボゲストが登場していただきます。なんと今回のゲストはこちらの方です。これはすごい。もう里崎チャンネルもここまで来たかっていう。とうとう乃木坂さんとコラボです。いや、こちらこそ。ちなみにね、前編は乃木坂さんのチャンネルの方で出てますので、ぜひそちらをチェックしていただいてからもう一回帰ってきてください。こちらね。で、一番最初に。クロミさんが里崎のモノマネをしていただいて、それで里崎が発見して、でそこから勝手にツイッター、YouTube 内で、ほざいてたら現実になるコラボ。でも柴田さんはね、前回クロスでね、お世話になりましたよ、ね。はい。それでも、里崎視聴者に向けて自己紹介いいですか。はい。はい。乃木坂46小林由里です。お願いします。向井葉月です。よろしくお願いします。柴田優奈です。よろしくお願いします。黒見春香です。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回里崎チャンネルは前半を踏まえた上で、よりガチ野球選手までなっていただこうということで。いや、ここまでね、前編でここまで上手くなったんですから、もっとさらに上手くなりたいじゃないですか。はい、で、ここで、まあ、里崎がキャッチャーっていうところで、今日は、板止めを、皆さんにチャレンジしてもらおう。できます。簡単ですから。もう、能力、もう分かったんで。本当にはい。だってキャッチャーやったことないでしょ。ないです。でもキャッチャーからのやっぱ視界も見とかないと、はい、投げる打つばっかりじゃないですか。そうです、はい、だから今回は皆さんにぜひキャッチングをキャッチャーになって板止めを完成してもらいたいと思います。はい、頑張ります。でもこれできていけばもう本当にガチ野球ファンっていうか、もう野球そのものになりますからね。はい、はい、で好きですだけじゃなくてね、できますになるんですよ。だからしっかり教えますよ。はい、今日板止め完成させましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずはこの板止めの手本を見せます。でももう簡単なんですよ、取るだけですから。で、だからあんまり取りに行っちゃうとあれだから、もう来るの待つみたいな、はい、来るの待つ、来るの待つみたいな。基本的には取りに行っちゃうとなんかこう変になっちゃうから、来るの待つ、はい、でまず最初ゆっくりからやりましょう。はい、どうして、こうしてこうですか。あ、そうそうそう、はい、すごい、もうちょっと足幅広げたもん、はい、ちょっと、あ、そうそうそう、ハンド字型で、はい、おお、すごい、お願いします。そうそうそう、ずっと来るの待つ、はい、待つ、そう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 、お願いします、すいません、待つ、うん、そう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 、怖い、でも待つ、そうそうそう、そういう感じ。ありがとうございます、はい、おお、そうそうそう、うわ、楽しい、ここすごい、外から中に、外から中にっていう。そっか、そう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 、だから手前からちょっと出すみたいな、手前からちょっと出すみたいな。お、そう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 、おお、そう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 、イメージ的には。なるほど、すごい、おお、そう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 、楽しい。もうちょっと多分こうの方がいいし、あ、そう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 、おお、そうそうそう、え、難しいな、おお、そうそうそう、かっこいい、
おお、そう、おお、いいね、いい感じ、いい感じ、すごい、いきますよ。おお、そうそうそう、おお、そう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 、おお、そうそうそう、おお、そう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 。普段これ使わないから難しいでしょ。多分普通のグローブでやるともっと簡単にできると思うんですよ。この立ってて取るだけを、それを座ってやるだけだから。なるほど、お願いします。だから一緒なの。立ってて、そうそうそう。これをで、それをで下から。お、そう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 。それを、はい、座ってやるだけ。はい。お、そう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 。使ったことない筋肉。おー、そう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 。ぽい。ぽい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 。楽しい。どうぞどうぞ。だから立ってて。お、そうそう、立ってて。下からって。あ、ピッて。そう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 。おー、そう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 。立ってやると簡単でしょ。はい。おー、そう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 。おー、そうそうそう。さっきよりだいぶうまい。すごい、嬉しい。じゃあ立っててください、立ってください、はい、いきますよ。で、下から下から投げて、下からパッパッ。あー、なるほど。おー、そう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 。で、おー、そう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 。このまま。おー、そうそうそう。今の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 感じ、今の感じ。はい、ここでこれぐらいでこう来たらこうこう、こう、はい、こう。そう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 。ちょっと斜めで下から上なの。おお、そう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 。キャッチャーっぽくなりました。ぽいぽいぽい。音が。おお、そう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 。おお、そう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 。その感じでビタ止めをキャッチャー道具をつけてやります。いいんですか。はい。嬉しい。じゃあ。2人ずつ、あそこにあります。え、つけてください。つける、つけますか、はい、かっこいい、かっこいい、強くなった気分だね。わー、わー、すごい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 、頬肉がここがね、すごい、すごい、すごい、ありがとうございます。これで私も里崎さんだ。すごい、すごい、すごい、すごいよ、すごい、ね、離れますからね。はい、頑張ります。すごい、すごい、すごい。じゃあ、まず一回立ってみて、はい、普通に撮る。お、そう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 。おー、そうそうそう。じゃあそのまま座って、はい、ビタッと止めてくださいよ。はい、頑張ります。おー、そう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 。おー、ナイス。あ、ごめんなさい。いや、全然大丈夫です。おー、楽しい。ありがとうございます。いいのかな、ハズちゃん、やってみる。お願いします。ありがとうございます。ああ、で、一回立ったまま、立ったままいきますよ。下から、下から。おー、そう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 、いいね。いい音が。じゃあ座って、座って、はい。いきますよ。おお、ナイス、ナイス。
ちょっと怖かった。どうですかキャッチャーの気分は。なんかこれがあるから怖くない。安心感あるでしょ。はい。おお、ナイス。楽しい。ナイス。すごい。じゃあ行きますよラスト。いいですか。はい。おお。ありがとうございます。いいじゃないですか。どうですかキャッチャー目線は。これすごいですね。思ったより見える。見える。そう思ったよりそんな違和感ないでしょ。はい、全然。外から見てたらめっちゃあるように見えるけど。お願いします。吉田さん立ったままで。はい。おお、そう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 。その感じを座って。はい。おお、そう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 。いい感じいい感じ。おー、ナイス。すごい。ナイスボール。え、もうめっちゃ投げる姿もキャッチャー。うん、キャッチャー。おー、そう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 。いい感じ。そう、そうそうそう。ナイス。お願いします。はい。すごい。じゃあ立ったままで。おお、そうそうそう。で、おお、そう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 。そのままじゃあ座って座って。いい形で。おお、そう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 。ごめんなさいごめんなさい。下から。そう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 。すごい。キャッチャー感。惜しい、いい感じいい感じいい感じ。惜しい惜しい。そう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 。すごい。ラスト。キャッチしたら三振でゲームセット。大事。おお、ナイス。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。だね、やったね。やったナイスじゃん。ゲーム終了しました。ゲーム終了したね。やった。どうですかキャッチング。すごかった。これかっこいいですね。パチッと決まった時の達成感がすごいです。音がいい。どうですか。じゃあキャッチャー質問あります。キャッチャー質問じゃあ聞こうよ。あ、そうだ、あのキャッチャーがボール取るときにストライクゾーンに入れるためにキュッてやるじゃないですか。 あれなんて言うんでしたっけ。フレーミングですか。あー、それそれです。フレーミングです。なんだっけって二人で言ってて。やっぱフレーミングの技術っていうのは大事になってきます。ストライクをしっかりストライクに取ってもらうっていう。あとはもう力がない子供とか、そう小学生とかだとちょっと反動つけてやると止まるから。あー、なるほど。ちょっと反動つけてそのボールに負けないようにっていう。あ、そうか。ずっと止めておくと負けちゃうから、ちょっと反動をつけてってやるといい形に取りやすいですね。はい、だから下から上っていうのもちょっと反動をつけて取るとこの止まりやすいっていう。キャッチャー その体勢が、はい、私たちずっとあのまま入れなかったんですよ。3球ぐらいでいててってなっちゃったんですけど、トレーニングとか多分めちゃめちゃ。そうそう、あともう慣れっすね。あ、はい、だから僕らだとあの子供の時はご飯食べるのもちゃぶ台だから正座してご飯食べるし、子供の時あとトイレとかも和式だったから、だからもうなんかその体勢が日常だったから、だから今とかだとご飯食べるのもテーブルだし、その体勢取ることないもんね。ないですね、生きてて。え、あとここ座ってあの全部を見なきゃダメじゃないですか。でも全部って見えてますか。全部は見えてます。あ、私今ここでやってみてピッチャー里崎さんしか見れなかったから、あ、全部を見るは全部見るの忘れたって思っちゃって。でももうそれ慣れっすね。だってそれも見えてくる。ステージも慣れてきたら全体見えるようになるでしょ。ああ、
確かに最初のうちはもう自分の立ち位置とか、うん、もうなんかここら辺ぐらいの世界だけでやってて、お客さんとかなかなか見る余裕なくて気づいたら終わってたみたいな感じだけど、慣れてきたらね、こう雰囲気いいなとか分かるようになるじゃない。だからそれと多分一緒だと思う。逆にライブやってていろんなとこ見えて楽しそうだよね。すごいんだろうな景色がね。だからそうだと気持ちよくなるじゃん、はい、自分もやりながらパフォーマンスしながらお客さんも見えて雰囲気も感じられてしたらね、楽しくなるじゃんね、はい、だから野球も慣れてきて周りも見えて雰囲気も感じられたら、たもっともっと楽しくなる。あ、楽しく、うん、逆にうまくいかなかったら地獄の苦しみを味わうけどね。あ、そうですねまあでもそれもまたね、それ味わえることがすごいじゃんね。あ、うん、相手打者の、相手チームの打者のデータっていうのはもうすごい入ってるんですか。そうですね、だからまあパ・リーグだけだったら1チーム、まあ、12、3人の5チームだから、まあ、70人ぐらいのデータはもうすぐ言えるぐらい、聞きたいぐらい、ね、長所短所特徴みたいな、こういう傾向あるみたいなのは、まあ、すぐポンっていつ、まあ、僕のルールとしては寝てて起こされていきなり柳田って言われても、あ、柳田はこうでってもういつ何時言われてもすぐ出るようにしとかないと、試合になったらただでさえテンパるのに、それ出なくなったら、だから俺文字で覚えれないから絵描く。じゃあもう本当にゲームみたいにここが赤くて、そうそう、9分割にしてなんか丸とか三角とか自分の決められた形書いて、そこ色鉛筆のボールペンで赤とか青とか緑とかで印つけて、それをもう頭の中で動かしていって、はい、そしたらなんか覚えやすいから、俺はだから文字とか覚えにくいから、守備適正、そう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 、プロスピンのやつみたいな、だからもう全部シャシャシャーって動いていく。すごい。でそしたらすぐ言えるようになるじゃんね、勉強でそれができたらよかったんだけど野球でしかできない。でもそれかっこよすぎます、うん、でも新しい選手が入ってくるとどんどんアップデートしてくる。そう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 、だからもう毎日アップデートみたいな。そうですね、もう今日のデータは明日はもう古いから、今日戦ったやつをどんどんアップデートしていってみたいな。はい、ということで今日は乃木坂放送局さんの方で前編撮って、で後編撮って配信中放送局じゃない、はい、ごめんなさい、すいません、そこは4人がやっぱ突っ込んでない言ってくれないと。いや俺はもう空気で、あ、俺間違ったなと思ったよ。本当にごめんなさい、こういう能力がなくて。いやこっち半分ははいって乗ってくれたけど、シワさんと黒目さんの方はもうは？え、違う、ちょっとどうしようかなと思って様子伺っちゃいました今。まあ今のも完全に使われますけどね。はいはい。まあ1日で、はい、今日やってきましたけども、はい、どうでしたか？まずキャッチングもやってみて。キャッチング本当キャッチャーの世界から見る野球っていうのが本当に経験なかったので、はい、初めてやってみて、使ったことない筋肉でしたね。こんなに体勢もないですし、初めてすぎて、でもこのビタッてはまった時の気持ちよさがすごかったので。あんな姿勢に保つこと日常ないですもんね。ないですね。でもまあ前編後編にわたって、ね、投げる打つ取る、はい、全部やってきましたけど、どうでしたか？まあ、プロの方ってこのやった上でプロの方って本当にすごいんだなっていうのがやっぱりまた改めて分かったので、これから試合を見る目線も変わるだろうし、すごい楽しい経験をさせてもらった。まずスタートですからね。そうですね。ここからが、はい、ここからもっと上手くなって、上手くなって頑張ります、はいはい、どうですか柴田さんは。そうですね、なんかちょっと今年見に行ってきた試合とかもう一回見返したくなっちゃいましたし、はい、もっともっと自分も上手になって、こうなんか野球のファンの方からもおおって思ってもらえるようになりたいなと思います。いや今日もだいぶおおって思われてると思うんですよ。本当ですかね。僕が思ってますからね、予想以上にできてて嬉しいですよ、本当にありがとうございます。黒部さんどうですか？そうですね、今日いろんなまず経験をさせていただいたことが本当に嬉しくて、まさかモノマネからスタートしてるとはちょっとびっくりしてるんですけど、またいつか、なんか乃木坂野球部がもっと強くなれるように、そして里崎さんが強くなったねって言っていただけるようにちょっと頑張りたいなって思いました。そうですね、また倍以上にね、メンバーを揃えて、はい、みんなもついてきますね、はい、ユニフォーム作って、はい、おいめっちゃ増えてんじゃんみたいな、はい、それでもう頑張っていきましょう。はい、はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということでですね、今回ですね、乃木坂さんの方のね配信中の動画でもお願いしましたけども、乃木坂野球部始球式出たいということで、12球団の関係者の皆さん、ぜひご依頼お声掛けお待ちしてますんで、よろしくお願いします。もうメンバーかなり仕上がってますからね、ぜひね、ぜひいつでも連絡お待ちしてます。はい、お願いします。はい、その時はキャッチャー役お声掛け忘れずに、はい、忘れずにしてくださいよ。はい、チャンネル登録お願いします。